はい、どうも、Bレジェンド上谷です。今日はですね、腕のトレーニングをやっていこうと思うんですが、まあ、トレーニング前と後でね、ビフォーアフターでどれぐらい、サイズがね、変わるのかっていうのを測ってみたいなと思います。ということで、ちょっともう最近トレーニングね、できてなくて、肩と腕がね、特になんかもう、ぺちゃんとなっちゃってるの分かるんですよね。ちょっとまあ早速測ってみたいと思います。コールドの状態で、どうかですよね。前で、36.4 ぐらいかな。わかるかな。右が 36.4 か5ぐらいです。左が 36 ちょうどぐらいかな。こんな感じ。はい、36ちょうどぐらいです。まあ、ビフォーはね、こんな感じで、36と 6.5 でしたので、アフターがね、どうなるか測っていきたいと思います。We'll be right back.
3種目スーパーセットで3種目終わりました。早速測ってみたいと思います。もう貧血になってます。よし、さあどうでしょうか。わかるかな。おい、39センチ、39センチ、 36.5 だったかな。6782.5センチ、こんな感じ。37.5センチ。はい、こっちがビフォーが 36.5 で、アフターが、39で、こっちがビフォーが36でアフターが 37.5。 はい、パンプアップしました。あ、しんどい。ぜひ皆さんも、あ、腕トレ頑張ってみてください。じゃあ今からビールジェム飲もう。ビールジェムね、今日は、そんなバナナとビールジェムとグルタミン入れてあります。シェーカー先に入れてあるとね、溶けが悪くなるので、ちょっとこんな感じで斜めにしてもらって、粉をね寄せていただいて、こう斜めになったところに、こうちょっと分かりにくいかな、生麦になったところに入れながら入れてもらうと溶けやすくなります。よいしょ。はい、いつも通りでね、粉を入れてある場合はね、ちょっとしっかり蓋閉めてね、逆さシェイクすると、逆さ横シェイクするといいです。はい、こんな感じでね、いいかなと思います。でね、グルタミンはちょっとね、溶けが残りや、なんていうのかな、しっかり溶けてくれないので、まあ、こう飲んでね、まあ、泡立ちもないですしね。うまい、うまい。でね、グルタミンとかクレアチンもね、一緒に溶かして飲むときは最後ちょっとだけ残した状態でくるくるくるっと回して、一気に飲むと、そこに溜まったの全部飲めるんでね、いいと思います。ぜひクレアチングルタミン溶かして飲むときは最後ちょびっと残してね、一緒に飲んでもらったらと思います。ぜひ皆さん、腕トレスーパーセットやってみましょう。ではでは、